15日、4月10日に亡くなった藤岡浩太騎手の合同葬が滋賀県にて営まれた。日本中央競馬会理事長、吉田正義氏、同期の浜中傑騎手ら多くの競馬関係者が参列し、日本騎手クラブの会長を務める武豊騎手が弔辞を述べた。以下、弔辞全文、今日ここで、私が藤岡浩太君の追悼の言葉を述べることはとても辛く、残念でなりません。今 浩タの遺影を前に、胸が締め付けられる思いです。このような突然の別れを数日たった今でも受け入れることができません。ご家族の悲しみはいかばかりかとお察しいたします。ここに心からご冥福をお祈り申し上げます。いつも浩タの周りには人が集まり、後輩の騎手からは慕われいろいろな相談を受けていましたね。また、我々年上の騎手からの信頼も非常に厚く、 キッシュクラブの役員に早くから選ばれるななど中心的な存在でした。特に、このところの成績は目を見張るものがあり、今後のますますの活躍が期待されていたところです。そのような時期にこのような事故が起きて、かけがえのない尊い人を失ったことは、誠に痛恨の極みです。今後、君の思いを胸に乗っていきます。我々はあなたのことを忘れません。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 コータありがとう。そしてお疲れ様でした。